マイラプソリは日本の競争馬、2019年京都にサイステークスの勝ち馬である。馬名の由来は英語で私と教師局、主戦騎士を務める竹豊かによって命名された。新馬戦一週間前の追い切りにて、同じ友道球車のラインベックら3頭で合わせ馬の追い切りをウッドチップコースでこなした。ラインベックと馬体を合わせたところ、 ワットして急ブレーキをかける感じになり、落馬寸前の状況となった。無理をさせずに、ラインベックに遅れて並走。それにもかかわらず、担当の調教女子は、馬体、走るフォームが素晴らしい、来年は大きいところでと評価していた。7月7日、中京競馬場の神話戦に、竹豊と共にデビュー。単勝オッ1.8倍の一番人気に押された。 レースでは、中段8番手でレースを進め、最後の直線で、馬場の一番外から足を伸ばして先行勢を差し切り、後方に3、4馬身離して勝利。部は、追ってからの反応が抜群でした。走るフォームが素晴らしく、将来が楽しみですと評価した。9月14日、阪神競馬場のノジキクステークスに、出走、5頭立ての消灯数の中、 単勝オッズ1.1倍の一番人気の指示を受けて、発送。後頭中四番手でレースを進め、最後の直線で外に持ち出して追走。残り200メートルで先頭に立ち、一発持ちが入ると、加速して一気に突き放し、最終的に後方に五馬身地行って一着となった。部は、スタートは相変わらず遅かったけど、道中の走りは良かったです。余裕を持って追い出して、 綺麗に反応してくれましたし、ラストまでしっかり伸びてくれましたと解雇、管理する、友道康夫は、シンバの時もそうだったけど、落ち着きがあって、オン、オフの切り替えが効く。まだ緩さがある中でも、一回使って、スカルさが出て、しっかりしてきた。と評価した。11月23日、京都二歳ステークスに出走。単勝オッズ1.5倍の一番人気に押された。スタートから、 後方待機を選択、徐々に位置を上げ、最後の直線で逃げ切りを図る宮山桜を射程圏に入れて、並ぶ間もなくかわして先頭に立ち、二馬所に離した一着、無傷の3連勝で重症初勝利を挙げた。部は、ここまでいい感じできています。4コーナーでちょっと手応えがない感じがしました。でももともと、そういうところがある馬ですから、ラストも化けているわけではなくて、 伸びてくれると信じていました。ラスト1ハロンを切ったところで、本来の足になって、そこが良かったですね。キサはそれほどではなかったのですが、今後につながるレースができたと思いますと解雇し、今後については、ここまで1から3戦といい形できています。まだ伸びそうなところがあるので楽しみです。精神的にも幼く、体もまだ良くなると思いますと評価した。友道も、 小回りが心配でしたが、エンジンがかかればいい足でしたね。レース後の息の入りも良かったですと振り返った。3歳初戦は共同通信杯に出走。出走メンバー中唯一の重症化チ馬マということで、単勝オッズ1.5倍の一番人気に支持された、ものの直線で伸びを変いて4着に敗れた。部は、残念でしたね。何も気にするところもなく、状態も良かった。 ババも問題ないと思ったし、ただ走らなかったとコメントしながらも、それほど悲観する内容じゃないと続け、友道も一回負けてガス抜きになったんじゃないかな、とコメントした。共同通信背後は、ボバクラシック3冠の初戦、札ツ賞へ直行する予定であることも明かされた。4月19日の札ツ賞では、7番人気での出走となった。レースでは、 後方外目の位置につけ、残り600メートル過ぎから竹豊が仕掛けたものの、安城のアクションに反して、マイラプソディの行き足はつかず、その外から勝ち馬のコントレールに抜き去られ、13着と大敗を喫した。レース後、竹豊は、道中は、いい感じで走れて、描いていたポジションで運べた。ただ、4コーナーで手応えがなくなったとコメントした。3歳になってからは、 盆走が続いたため評価は下がり、東京優春では横山則博に乗り換わり、11番人気での出走となった。レースではスローペースを見かねて横山が向こう正面で仕掛けて一気に先頭に立つと、直線途中まで馬グを引っ張るなど見せ場を作ったが、最後は足がいっぱいになり急着に敗れた。以下の内容は、netkeiba.com の 情報に基づく、ありがとうございます。